今ね、ちょっと日本でも話題になってます、ザ・インタビューのこと、はい、キム・ジョンウン問題なんですけど、日本でも話題になってるんですか。今もニュースですごい取り上げられてます。あ、本当に、うん、はい、真面目なニュースなんですかね、みんな。あ、結構真面目に、そのそうですね、ばっかじゃないかと思いますよ。え、サイバーテロがどうのこうの。これ本当に騒いでるやつらもね、これに関わってる人みんなバカです。え、全てバカ、関係者全員バカです、この事件は。結構国際問題じゃないかみたいな話。国際バカです。え、国際的バカ事件で、アメリカのオバマ大統領もバカだし、うん、真面目にコメント出してる北朝鮮もバカだし、うん、作ってるやつもバカ、これにコンサインを出したソニーもバカ。あれ、バカしかいない。みんなバカです、これ。で、真面目にこれを評論してる人もみんなバカ、全て全員バカ、全員の知能指数出しても30ぐらいです、はい、そのぐらいの世界です、はい。これ、まあ、簡単に説明しますと、はい、ソニーっていう会社 の、 そのアメリカのハリウッドの映画会社が作った The Interview という映画が、はい、まあ、北朝鮮のキム・ジョンウン、第一書記を、はい、暗殺するっていう内容だったんで、うん、北朝鮮がまあ、クレームをかけたと、はい。で、その頃ですね、まあ、ハッカー事件が同時にあってですね、ソニーの、うん、で、ソニーの映画のまだ未公開のやつとかがリークされたりですね、インターネットに、うん、で、007の新作 の、 シナリオが流れちゃったりしてたんですけども、うん、で、その後そのハッカーがごめんなさい、その北朝鮮をバカにするような内容の人インタビューの公開を中止しろって言ったんですよ、うん。で、CIA とか、アメリカの大統領が正式なコメントで、こういったことは許されないみたいな話をして、北朝鮮側の、犯行であるんじゃないかみたいなことを言って、はい、そうそう、でサイバーテロだって。そうなんですよ。それ映画館が、この映画を上映したら、映画館に対して911テロのことが起こるよという脅迫があったんで、うん、映画館側がアメリカのほとんどの映画館が、上映を控えたんですね、はい。だからソニー側としても上映してくれる映画館がないから上映中止ってことになったんですよ、はい。そしたらまたオバマ大統領がソニーはそれは失敗だと思うと、ソニーの選択は間違ってると思うと、はい、いうふうに言って、でソニー側は逆に反対して、映画館がやってくれないって言うんだからやるのはおかしいし、はい、観客の安全を大事に考えるのが仕事だから、はい、私たちの選択は間違ってないっていうふうに反応したんですよ、はい。っていう経過なんですよ、実は。はいはい、で、まあ、大真面目な世界じゃないですか、これって。はい、でも、これ、絶対くだらないんですよ。これ、日本の報道とか、映画自体がどういうものなのか、ちゃんと確認してるのか、みんなと思うんですよ、大統領も含めて。あんまりそこには触れてないですね。これ、どういう話かというと、まず作った人、この映画を作った人、インタビューで映画を作った人は、セス・ローゲンという人です、はい。この人が作ってきた映画のタイトルを言います。はい、40歳の童貞男。ほう、無計画の命中男。ほう、スーパーバッド童貞ウォーズ。バカ丸出しで童貞なんですよ、しかも。で、この人の作った映画でスーパーバッド童貞ウォーズっていうのは、その2人の高校生がモテないんで童貞を捨てようと苦労するんだけれども、うん、それをやってるうちに、俺たち本当は女よりもお前が好きなんだよ、俺もっていう話なんですよ。ね、だからこれをこの彼が作ってる映画、ブロマンスと言われてるもので、はい、ブラザーロマンス、男同士の、なんていうか、友達以上、恋人未満の関係を描くシリーズなんですね。で、そのシリーズなんですよ、このジーンタビューっていうのは。え、これ？そうなんです。セス・ローゲンって人が、まずジェームス・フランコっていう相棒がいるんですね、はい。その人と一緒に作って、ジェームス・フランコってイケメンなんですけれども、バカなんですよ、はい。勉強はできるんです、いい大学出てるんですけど、頭が基本的に悪い人で、この人が出た映画で、セス・ローゲンと一緒に出た映画で、This is the End って映画があるんですが、はい、それはそのジェームス・フランコ、イケメンのジェームス・フランコは自分自身の役で出てくるんですね、俳優ジェームス・フランコとして。うんうん、で、セス・ローゲンもシナリオを書いててですね、で、ジェームス・フランコの持ってるエロ本をですね、誰かが見ちゃうんですよ、うん、友達がね、はい。で、そしたら、なんだ、俺の大事なエロ本に変なもん書きやがってって怒るんですよ、ジェームス・フランコが、はい。ね、この野郎、頭来たから、お前にも書けてやるって言うんですよ。そうすると、じゃあ俺は何倍もお前にかけてやる、お前俺もかけてやるってかけっこするって、それは何なんだお前たちっていうね。何なんだ、そういう映画を作ってる人たちのことで世界が騒いでるのはバカバカしすぎるんですよ、これ。そうですね、お前らちょっとこの人の映画ちゃんと見ろって思うんですよ。で、今回のジーンインタビューって映画、ジェームス・フランコが演じるのはですね、テレビのなんていうか司会者ですね、インタビュアーでやってる人なんですけど、はいはい、で、基本的にバカなんです。うん、ものすごいバカで、例えばその、キム・ジョンウンにインタビューに行くんですけれども、はい、キム・ジョンウンが戦車を出してきて、ソ連の戦車を出してきて、はい、この戦車はうちのおじいちゃんが、つまり、キム・イルソンが、はい、スターリンからもらったものだよって言うと、はい、え？スターリン？何言ってんだお前、それスタローンの間違いだろって言うんですよ、そのジェームス・フランコは。アナウンサーなんだけど、スターリンも知らないんですよ。戦車といえばスタローンだと思ってるんですよ。武田鉄矢がスタローンしか思いつかない人なんですよ、この人は。古いんですか、例えば。はい、で、
そういうバカが、その、まあ、あの、CIA からですね、はい、あの、言われるんですね。はい、その、キム・ジョンウンにインタビューに行くって聞いたんだけど、うん、あの、彼らは核ミサイルを持ってるから、危険だから排除したいんだと、アメリカ政府としては。うん、だから、毒殺してくれって頼まれるんですよ。うん、また、突拍子もないですけど、はい。突拍子もないです。普通、そんなこと頼まれたら嫌だと思うじゃないですか。ね、せっかくインタビューに行くのに。ね、はい、でもね、その CIA の女の子が美人だったから引き受けるんですよ、ジェームズ・フランコは。スケベなんです、この人は。はい、で、まあ、行くんですけども、北朝鮮ね、うん、で、まあ、キム、ごめんなさい、キム・ジョンウンと、まあ、インタビューしてるうちにですね、意気投合しちゃうんですよ。で、友達になってくるんですよ、だんだん。うん、で、2人で戦車乗り回して、バンバン大砲撃ったりして、イエーイとか言ってるんですね。うん、で、突然こうあの、キム・ジョンウンが言うんですよ、はい、なんか君って僕と似てるよねって言うんですよ。で、僕の周りにいるのはみんな僕におべっか使うやつと僕を利用しようとしてるやつばっかりなんだと。うん、で、僕は彼らの前で、その政治家としての、なんか国の指導者を演じなきゃなんないんだよって言うんですよ、キム・ジョンウンが。うん、でもね、君といる時だけは本当の僕自身になれるんだって言うんですよ。キム・ジョンウンが。で、二人で親友になっていくんですよ。そのジェームズ・フランコを扮するバカアナウンサーと。っていう話なんですよ。あれ？これで今世界が揉めてるんですか？これで揉めるなよって思う。で、二人で、じゃあ友達の証だねとか言って、喜びたいと一緒にですね、たくさんピーをしたりするんですよ、仲良く。あの、数数えられないんでたくさんピーですけど。たくさんピーで、たくさんピー。イエーイとか言ってるんですよ。もう超最低の世界ですよ。うん、で、今なんか北朝鮮の方で、なんかハッカーが、あの、報復攻撃を北朝鮮に対して行って、はい、なんか、インターネットが使えなくなってるっていう、いう話は、ね、はい、ニュース入ってきてます、はい、北朝鮮でインターネット使えるの多分2人か3人しかいないと思いますよ。そんな北朝鮮でインターネット使える人たくさんいたら北朝鮮もうないですから、この世に。そう、情報は一応ね、遮断してない。情報遮断してんだからね、うん、何の損害もないと思うんですけれどもね。あ、そっか。まあ、そういうことなんですけど、まあ、そうやって友達同士になってく一方で、その、セス・ローゲンはこの映画の脚本を書いてる人なんですけども、監督もやってて、うん、その人はその、ジェームス・フランコを扮するそのバカアナウンサーのマネージャーなんですね。で、一緒に、まあ、北朝鮮に行くんですけれども、うん、ジェームス・フランコは、あの、キム・ジョンウンと仲良くなっちゃうんで困るわけですよ、暗殺しなきゃなんないのに。うん、で、しょうがないって言って、その秘密兵器をですね、まあ、暗殺用の兵器をですね、どこに隠そうって話なんですよ。はい、で、どこにも隠すとこないって言って、なんか牛乳瓶ぐらいの大きさなんですけども、それがね、あの、暗殺用のドローンらしいんですよ。小型、なんていうの、ミサイルみたいなもの。で、うわ、どこにも隠せないって言って、よしって言ってお尻に入れるんですけどね。で、そういう映画ですよ、この映画。で、あ、こんな大きいの初めてとか言いながら、その秘密兵器を自分のお尻に入れるというですね。そういう映画でなぜ世界中が揉めてるのか。そうですね。これ作ったやつがバカだし、確認しろ映画の内容と思うんですよ。ネットにもう流れてるから確認できるんだからしろと思うんですけど。これ国家レベルで今なんか国家レベルで話し合うことじゃないし、これに対して報道してる日本のメディアもおかしいし、アメリカのメディアもみんなおかしいし、映画見ればみんなもう全くやる気なくしますよ、これ。これだから多分今国会とかで、うん、あの、じゃあちょっと問題のやつ見てみようってみんなで見たりするか。みんなで見たりするとおかしいと思うんですね。そうですね。こんなくだらない映画何なんだ。しかもこれでセス・ローゲンはあのギャラが8億円とかなんか言ってるんですよね。こんなに8億円出すソニーもソニーだよって思うんですけど。で、ソニー側もね、実は日本のソニーがもうこの映画っていうのはゴーしちゃったんで、ハリウッド側がね。で、内容チェックしたらこれはひどすぎると。いうことでソフトにしてくれって言ってずっとその公開伸ばしてたんですよ。で、編集をその変えて、うん、で、特にその、キム・ジョンウンが、あの、死ぬシーンっていうのが、うん、その、まあ、頭が爆発するんですね。これネットに流れてますけども。で、これをソフトにもうちょっとできないかっつって、うん、そしたらセス・ローゲンが、その頭が爆発するのはギャグなんだから絶対にカットできねえよとか言ってずっと揉めてたんですよ。あの、夏から公開が。何のこだわりなんだ、それ。そんなとこでこだわるなよ本当にお前らいい年越えて何やってるのっていうね。で、ただまあ、これに関してその、まあ、脅迫があったってことで公開をやめるっていうのはね、はい、まあ、要するにどんなバカ映画でも作る権利は確かにあるから、はい、それはまあそれでしょうがないとは思うんですけども、はいはい、その価値あるのかって問題もあるんですよ。うん、価値はないんじゃないかっていうね。で、まあ、その政治的なその内容としてもね、そのキム・ジョンウンをその、まあ、暗殺すれば北朝鮮が良くなるっていう、その、まあ、考え方自体が浅すぎるんですよね。うんうん、すごくね、うん。で、実はその、国家元首を暗殺する映画っていうのは実名で出てくる映画とかもいっぱいあるんですよ、もともと。例えば一番有名なのは、ブッシュ大統領在任中の2006年にイギリスが作った映画で、はい、大統領暗殺って映画があるんですよ。うん、それはそのものズバリブッシュ大統領暗殺する話なんですよ。で、それもまた、あの、まあ、ちょっとキム・ジョンと似てて、あの、お坊ちゃん大統領で何も知らないバカの大統領を殺されるって話なんですけども、うん、
ただその大統領暗殺って映画は、まあ、もちろんブッシュ大統領はこんな映画許さないとコメントしてませんよ、うんね、だからアメリカ大統領は今その国家元首暗殺されるって映画であっても抗議、うん、抗議はしてもいいけどそのテロとかはありえないって言ってるのは、まあ、ブッシュがやられても文句やなかったから、うんうん、一応言ってもおかしくないんですよね、うんうん、ただその映画に関してはそのブッシュが殺されたところでアメリカは何も変わらないと、うん、で実はそのブッシュなんてものは傀儡なんだと操り人形であって、うん、その裏にもっとブッシュを操ってた利口な人たちがいるんだよっていう話なんですよ、うん、だブッシュを殺せばいいなんて甘っちょろいこと考えるなよって映画がその大統領暗殺だったんですね、うんうんうん、深いんですよ話が、うん、でもう一つその独裁者もので茶化した映画では最近の映画でディクテイターって映画があるんですね、うんうん、これサシャ・バロン・コーエンっていうそのコメディアンがいてですねイギリス、ユダヤ系のイギリス人ですけども、うん、その人がその、反ユダヤ主義の、独裁者のバカ息子を演じたんですね、はい、あのアラブの、はい、で石油がものすごくあってそれでユダヤ人が嫌いででもってもうものすごい独裁をしててしかもお坊ちゃんでバカっていう、キャラクターを彼が演じて、はい、それがアメリカにたまたま行った時にそのうっかり、なんていうか、陰謀に巻き込まれて、影武者に自分の地位を取って代わられて、うん、ホームレスとしてニューヨークのど真ん中に放り出されるんですよ。はい、で、そこで、一生懸命ホームレスで、何も知らないお坊ちゃんだったのは苦労して、働いて、泥にまみれて、うん、しかもユダヤ人の女の子と恋愛をして、うん、愛して、うん、それで、底辺の人たちの生き方とか全部見て、心変わりをして、いい人になるって話なんですよ。あそっちの方が深いんですよね、うん、確かに殺せばいいとかいうのはもうそれすごくレベル低い話なんですよね、うん、なんで そこまで深くないんですよ今回のインタビューって映画は。そうなのか。そうなんです。だからそこまで騒ぐことはねえよって思うのと、もう一つはですねこれ本当に北朝鮮がやったのかなっていう問題があるんですよね。あこのサイバーテロと今言われてるやつを言われてるけども、はい、っていうのは実はソニーっていうのは、うん、この事件がある前からずっとハッキングされてるんですよ。ずっと何年前から、プレイステーションとかやられてるんですよ。でその前から結構ずっと、ハッカー集団がいるんですね、うん、あのハッマンナルス、これね言葉がねややこしくなるんで言いたくないですけどアノニマスっていう、まあ、ハッカーグループがいるんですよ。はい、で彼らの要するにターゲットに何度もなってるんですよ。でいろんなハッカー集団のターゲットになっててしょっちゅうやられてるんですよ。だから前からあるんで。あそうですか。そう今騒ぐことでもないんですよね。しかもこの作品のためにここまで。そう、それで特にソニーピクチャーズ自体がハッキングされてからしばらくしてこのハッキングはこのジインタビューって映画でそのキム・ジョンウン暗殺をやってるからじゃないかっていうふうに報道されてからこの映画を公開するなって初めての脅迫が来てるんですよ。だからもしかすると全然なんていうか動機はそのこの映画と関係なくハッキングをしてたんだけれども、うんうん、これは北朝鮮のせいじゃないかっていう報道が出たんでそれ読んでじゃあそういうことにしようよって言った可能性もあるんですよ。そうか。じゃあ町山さんこれね普通にもし公開されてても、はい、あんまりお客さんも入らなかった感じですか。普通に公開されてたらそんなにお客さん入らなかったと思います。そんなに話題になってない。そんなに話題になってない。もうすでに試写は始まってたんですよ。はい、評判めちゃくちゃ悪かったんですよ。でとにかく一番すごいのはこれね リークされたんですね。要するにハッカーにやられてソニーの情報が、はい、でソニーの情報がリークされて一番面白かったのは、うん、この映画を要するに全世界のソニーの各局の支局、要するにイギリスとかオランダとか、台湾とか、オーストラリアとか世界中にありますね、ソニーの配給が、はい、そこに見せたんですよ、それぞれの支局長にこのインタビューって映画を、うん、でその返事が返ってきたのがリークされてるんですよ。でどこもダサくこれは私たちの国では興行成績はちょっと期待できませんっていうのはほとんどで、なんと全世界のソニーの支局からこの映画は面白いから当たるかもしれないって言ってきたのはたったオーストラリア一つなんです。他全国の全世界のソニーからこれはちょっとダメなんじゃないかっていう返事が来てるのがリークされちゃってるんです。そうですか。しょうもないんです。あとさっき言ったそのソニー その日本のトップの人がこの映画に対してこれはまずいって言ってるメールとそのセスローゲンがこれはギャグなんだからやるって言ってるやり取りも全部リークしてます。へ、何もかも出ててめちゃくちゃおかしいんですよ。へ、でそういうことで揉めるなよと思うんですけどね。そうですね。でソニー側としてはこれを結局タダで
もうしょうがないからこの映画公開できない状態になったから、はい、ただでネットに流そうっていう方向に行ってるみたいですね。あ、ソニーがネットに流してるんですか。そうそう、これ要するにこれで利益を上げたりしたらまたなんていうか、みんなの怒りを買うじゃないですか、怒ってる人の、はい、だったらただで出しちゃえばいいんですよ。それともう一つは、これはすでにハッカーがもうこの映画自体を持ってますから、だからリークする可能性があるんですよね。はい、そしたらもう逆に自分たちで出しちゃった方がいいってことがあるんですよ。そでこの間紹介したブラッド・ピットのフューリーってがありましたけど、はい、あれも今すごい画質のいいのが流れちゃってるんですよ。えこれはこのハッカーによって流されたんですよ。ネットでもう落とせるんで、もうこれ大変な損害ですよ。そうですね、 DVD とか全然売れないですからね、これでね、っていうね、うん、ただそのハッキングの仕方と情報の流し方から見ると、はい、ものすごくこういったエンターテインメントに詳しいやつの犯行なんですよね。ほう、うん、そうでしょ、うん、007のシナリオ流すとか。そうか、これそんな人北朝鮮にいるわけっていう。確かに。え、じゃあ北朝鮮今濡れ衣じゃないですか、なんかこう、ね、分からない。もうこの先だから北朝鮮としては自分たちでやったってことにしておいた方が世界を落とすことができて得だと思います。あ、ハッキング、これぐらいのハッキング、サイバーアタックの能力が高いんだってことにしておいた方がいいから、絶対否定しないと思うんですけど、根本的には。まあ否定してますけどね、表面的にはね、うんうんうん、はい。でもこれはそういう脅威として置いといた方がいいとこだと思いますけどね、国としては、ね、不思議な事態になっちゃってるんですね。すごく不思議な事態ですけど、映画はものすごくくだらないです。でハリウッドのその、まあ、あの、まあ、俳優とかジョージ・クルーニーとかこの映画を守れとか言ってるけど、そこまでする価値はない。そこまでの価値はない。これジョージ・クルーニーとか見たんですかね。ジョージ・クルーニーとか見てないと思うんですよ。ただジョージ・クルーニーはその前に出たティーム・アメリカって映画で、キム・ジョンイルを、はい、まあ、アメリカの特殊部隊が暗殺するって映画だったんですよね、はいはい、その前に出てないんで、人形劇で勝手にジョージ・クルーニーが人形で出されてた映画なんですけども、そういう映画に出されてたことがあるんで、まあ、もうやっちゃってんだからいくらでもやればみたいなことだと思うんですけどね。はい、はい、そっちの映画もひどいんですよ。チームアメリカっていうか人形劇なんですけど、キム・ジョンイルが出てきてミュージカルになってるというですね、でたらめですね。はい、そうですか。日本のニュースすっごい深刻な感じになってる。これバカがやってることです。バカがやってることです。だからお尻にだから秘密兵器を入れるとかそういうギャグなんですよ、ね、やってることは。真剣に怒ることじゃないし、大人が触ることにも何でもないんですよ、ね、え、セスローゲンのじゃあ土俵に入っていく必要なかった。セスローゲンのくだらないバカ土俵にみんなが引きずり込まれてるというよ、オバマ大統領まで。正式にコメント出してますもんね、みんな、困ったもんですよ。これでこいつ8億円も稼ぐのかって冗談じゃねえよと思いますけど、セスローゲンの勝ちですよ。俺も同じようなことやってるのにどうしてとか思いましたよね。バカという点で負けてないのに、なぜ8億円とか思いますけど、こっちはね、怒られてね、何の原動力が怒りになってるんですか。なんかよくわからないんですけど ね、同じバカなのに、はい、うん、そういうね。いやでもなんかすっきりしました、町山さん、ありがとうございます。確かに、はい、うん、とにかくね、真面目に騒ぐようなことじゃないですよ。はい、はい、そういうことなんですね。これこういう話がね、こう、はい、みんなが知れ渡るわけですけど、こうやってね、はい、おっしゃってくれたみたいに、でちょっと変わってくるんですかね、これからちょっと流れは。こんなのやっててもしょうがないと。いやでも新聞には書けないと思いますよ、この映画は主人公がお尻の穴に秘密兵器を入れたりする内容でありとか書けないですよ、これ新聞で。その瞬間新聞どうしようもないもののレベルに落ちますからね。まあだからこれからは、うん、偉い人たちが、私も作品は見ましたけどねって言ったらちょっと笑えばいいんですよ。まあ、そうなんです。この人あれ見たんだっていう。そうなんです。オバマ大統領もちょっと失敗しました ね、ニヤニヤ笑いながらふざけ半分に言うべきでしたね。ああ、そっかそっか、はい、まあやっぱり言論の自由は守らなきゃね、はははははと言うべきでしたね。その器のデカさ見せればよかったんですけどね。はい、今日は映画ザ・インタビューをめぐるお話でした。はい。